今が5時45分白玉登山部、なぜかジャガーです。行ってきます。そう、しかも借り物っていう。白玉登山部、ジャガーなんて初めて乗ったぐらいかもしれない。そうそう、みんな初めてよ。俺も初めてよ。なぜかジャガー。白玉登山部、はい、どうですか、大丈夫ですか。最高です。はい、行きますよ。熱っ。お前がね、到着セブン、おめジャガー山山まんま見えないね。なんも見えなさい。温泉と、テントっていうことになりました。明日の朝登ります。ゆるくね、ゆる運命のキャンプ場運命のキャンプ場にチェックイン。11時雨11時チェックイン。今日はこれから飲んだくれて温泉行って飲んだくれて、あの山時間的に7時ぐらいに寝ると。そしてから明日の朝起きて7時ぐらいにちょっとちょっくら登って帰ってくるという山男プラン。恐るべし。衝撃の幕開けですよ。おー、これはイベリコ豚。おー、これが焼き肉。わー、お焼き。まあ牛脂。おー、うん、明日の朝ごはん。ソーセージ。ソーセージ、素晴らしい。これはこんな感じです。いいっすね。簡単だ。こんな感じです。その結構強いよ。あ、どう、結構入ってんだ。うん、目が悪いな。悪い。僕は結構強いすごい、なんか似合う気がする。俺見えないけど。うん、かっこいいっすね。かっこいいよね、なんか。でも多分近未来的ヘビーメタルです。多分やってなさ、絶対選ばないしやんなそうだけど、それはそれでいい。1970年代の近未来ですね。確かに。なんていうか、日本人っぽくない。なんか派手な色のものじゃない、これ似合わないな。アーティストがうまいんだね。いやいやいや。